こんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームの葵です。今回ご紹介する動画はスポンジアートハートをやっていきたいと思います。使用するカラーは25マットホワイト、259サーモンピンク、フラットの6です。それでは早速やっていきたいと思います。まずはじめに259サーモンピンクを塗っていきます。これとっても可愛いカラーで肌なじみよく、グラデーションしてもすごい綺麗にできます。こちらも一度塗りでも透け感も出せる感じですかね。はい、一度塗りを固めます。はい、二度塗りをしていきます。はい、固めます。二度塗りが完成しました。そしたら未硬化を拭き取ってください。ブルーのプレップで未硬化を拭き取ってください。そしたらこういう細かいスポンジと、こちらですね、シールになってるやつですね、好きなの選んでもらいます。今日はこれでちょっと大きめでいきたいと思います。まずこの中のやつ、これ中のやつだけ取ってもらって、好きなところに置いてください。ここちょっと軽くべったり貼らなくていいです。貼ったらこの細かいスポンジ、粗くない細かいスポンジをちぎって、はい、でここに25番を出しました。20より硬い、粘土が硬いです。この角っちょにちょっとつけて、この上をポンポンしていきます。はい、ある程度ポンポンできたら、ちょっと新しい、またこのさっき使ってないやつを出してもらって、この周りをもうちょっと細かくトントン、粗めじゃなくって、この薄くほんのりふわーってなる感じでトントンして、粗かったのをなじませるようにポンポンしてください。はい、そしたらこのハートのどこからか取れそうだなっていうところを取れた。はい、取りまして、次どの辺がいいかな、この辺で半分頭だけいきます。さっきと同じように取ったら、新しい何もついてない、はい、スポンジでこの周りを、はい、細かくします。はい、そしたら外して一度ライトに行きます。これは戻して、この次、はい、次外枠、ここかなと思うところに置いてください。はい、こんな感じです。そしたらまた25番を片方にちょっとつけて、この内側トントンしていきます。このハートは濃いめでいっちゃってください。薄くしなくていいです。はい、できましたらこれを取ります。はい、こんな感じです。はい、固めます。
はい、こんな感じになりました。この茶色とかはこのポンポンした後にこの真ん中を同じここの茶色でちょっとポンポンってしただけです。してあげても可愛いですし、このままでもいいですし、この間寂しいところにラメを入れてあげても可愛いと思います。今回はこれで仕上げていきたいと思いますね。ノンワイプトップジェルです。ライトで固めます。はい、こんな感じです。薄い色の方が可愛い。はい、こんな感じです。エアブラシ使わなくても、この粗くちゃダメです。細かいスポンジでポンポンしてあげると、ヘアブラシ持ってなくてもできるのでやってみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。